今も言えない傷跡はこんなところにも。安倍川河川敷、画面手前側のグラウンドは使えるようになりましたが、川を挟んだこちら側のグラウンドは使用できない状態が続いています。年間20万人が利用する静岡の市民スポーツの聖地、安倍川河川敷。台風から1ヶ月が経つ今もほとんどが使用できない状態です。河川敷地内にですね、川の水が乗ってしまいまして、その結果、掘削があるグラウンドや、土砂が流れてしまったグラウンドが多い状態になっております。安倍川の河川敷には19の広場がありますが、昨日までに一部でも使える状態になったのは3箇所。残り16の広場は今も被害が深刻で、すべての広場が使えるようになるのは来年8月末の見通しです。ようやく使えるようになったスポーツ広場には、1ヶ月ぶりのソフトボールの試合を楽しむ市民の姿が。今日1ヶ月ぶりにここで試合できてどうでしたか？嬉しかったですね。